こんな自分は嫌や自分を変えたいって言ってる人ほど自分を変えることはできませんだって今の自分ではダメやって思いっきり自己否定してるからブレーキを踏んでるからその状態でアクセル踏んで努力して行動したとしても前に進みませんだから変えようとしないダメな自分に手紙を書くんですはいどうもこんにちはライフスキルコーチのミスターオカチです親も子も楽になる緩める子育て始めていきたいと思います 今日のテーマは完全版。子育てが不安な方に伝えたい。親軸を緩めて自分軸を作るグリーフワークです。以前の動画では人生脚本の書き換え方、完全ロードマップを紹介させていただきました。今回は その中にあるブレーキを緩めるというところにフォーカスして有料の講義で紹介しているその講義の内容を皆さんにお届けしたいと思いますまずはチャンネル登録をしてもらってこちらの動画も後で見てくださいあと今回紹介するグリーフワークは良くも悪くもめちゃくちゃ強力なので見ている最中にちょっと気分が悪いなとかしんどいなと思ったら遠慮なくストップしてください早速ですけどこのようなことはありませんか いつもイライラして怒ってばかり何事も子育ても家事も仕事も完璧にしないと気が済まない親やパートナーに言いたいことが言えない子供が集団生活とか社会生活小学校生活の中でうまくやれるか不安になる心配になる周りの人に周りの親とか先生とかにねダメな親として見られていないか 気になってしまう自分が親にされて嫌やったことを子供にしてしまう頭ではダメやって分かっているんだけども何度も同じ問題を繰り返す子供を可愛いと思えないなぜ子育てがうまくいかないのか親子関係が悪くなってしまうのか人の目が気になって生きづらいのかそれは幼少期に親に植え付けられた人生脚本が 原因です。2014年に和歌山市にライフスキルの学校を立ち上げてからこの10年間、親と子供さん、大体5000人以上の方に子育ての相談とか子供の教育に関わることの相談を受けてきました。最初の方はどうやったら子供の自信が上がるのかとか、どうやったら勉強のやる気が上がるねんっていうことを声掛けとか関わり方とかコーチング術を親御さんにお伝えしてきましたけど、やっぱりね、根っこにある親の人生脚本が変わらないと何も変わらないなって気づいたんですよ。 だって僕たち私たちは人生脚本に従って子育てをして人生脚本に従って生きているんです頭ではダメやと思ってるけどやってしまうってこととかやりたいって思ってることをなかなか一歩踏み出せないこれは深い深いところに眠っている人生脚本それなんですよそいつが原因なんですよ人生脚本とは何かそれは ゼロから6歳までの親子関係によって身につけた考え方とか信念なんですよ。これがね、人生脚本なんですね。親に見捨てられないための生存戦略ですよ。生きるためには仕方なかったことなんですね。で、この人生脚本の中には自分を幸せにする 考え方もあれば、自分を不幸にする考え方もあるんですね。この自分を不幸にする考え方のことを、間違ったルールと僕は呼んでいます。例えばそのルールの中にこのようなものがあります。じゃん。はい。間違ったルール10選です。当てはまることはありますか完璧にしないといけない。途中でやめてはいけない。助けを求めてはいけない。本音を言ってはいけない。 我慢しなければいけない。自分を優先してはいけない。悲しい顔をしてはいけない。人に迷惑をかけてはいけない。自分だけ楽しんではいけない。人の役に立たなければいけない。ということでね。まあ、こちらは典型的な間違ったルールであり。そして、この間違ったルールを握りしめた状態で子育てをすると、自分でね、幸せの道ってこう作ってしまうんですよ。子供をそれを乗っけようとするんですね。でも子供っていうのは自分の思い通りに動かないわけじゃないですか。そうすると、イライラしたり、ガミガミ叱ったり。そして、自分はダメな母。 母親って思って自分を責めてしまう。そして疲れてしまって子育てがしんどくなるんです。子供も自分がやりたいこととか自分が好きなことではなくて親が喜ぶことをやらないとってやって自分の気持ちを殺してしまって本来の力が発揮できず親と同じような生きづらさが連鎖してしまうんですね。つまり親と子が安心できる関係性を築いて自然体で穏やかに過ごしていく。そして子供も自分の力を発揮して親も自然体で頑張らずに 子育てを楽しむそのためには間違ったルールーを緩めることが大事なんですよ今回の動画ではそれやりましょう。これは実際に心理カウンセリング領域の中でね、えー、トラウマを抱えた人に使うグリーフワークとして紹介されているものです。この動画を最後まで見ていただいたらダメだと思っているその自分自身を 受け入れることができて、自分が心から納得できる子供との関わりが見つかります。イライラとか自分攻めがスーッと緩まって、自然体で子供と関われるようになる。親も頑張りすぎずに、子供を伸び伸び育てる。そんな関わり方が見つかります。最後までご視聴ください。この番組では、親も子も楽になる、緩める子育てをテーマに、子育てのイライラや自分攻めをスーッと緩めるコツや、子供を 自立させる関わり方を紹介していますチャンネル登録よろしくお願いしますあと概要欄では公式 LINE の案内そして著書の案内もありますので後でチェックしてくださいはいこちらが本日の目次です、えー、3つですね内容はね 1. 人生脚本って何なんだろうっていうところですね 2. その影響とはということで人生脚本がどのように子育てとか 自分の生き方に影響しているのかということをお伝えさせていただきそして最後はその間違ったルールいわゆる人生脚本の中にある自分を苦しめる考え方とかルールを緩めるそういうグリーフワークを一緒になってやっていく、まあ、そのような形で進めていきたいと思いますはいということでね、えー、それでは早速こちらの一つ目人生脚本とはについて解説していきたいと思います まあね、えー、さっきもね、紹介したんですけどね。<laughs> 紹介したんですけど、もう少し詳しく紹介しますね、まあ。人生脚本とはということで、もう先ほどお伝えした通り、まあちっちゃな時ですね。幼少期の親との関係性によって身につけた信念とか考え方ということですよね。で、えー、親に愛されるために、嫌われないために、ね、愛されたいとか、嫌われたいとかあるわけじゃないですか。だって親に捨てられたら生きていけなかった。少なくとも子供の時はそう思っていた。そうですよね。 だから、親に嫌われないようにするっていうことが、子供にとっての一番重要な課題なんです。親に愛されるために、親に捨てられないために、ちっちゃい子供の時のあなた、そして私が考えたんですよ。どうしたらいいだろうって。そしてその考えた作戦。その作戦が人生脚本なんですね。はい。 で、えー、その中には先ほどお伝えした通り、えー、おばあちゃんとかおじいちゃんが来たらどうしたらいいのかとか、ね、元旦になったら明けましておめでとうございますって言うとかね、えー、物をもらったらありがとうございますって言うとかね、えー、靴を揃えるとかね、そういうような礼儀マナーもそうだろうし、えー、自分のお父さんとどういうコミュニケーションをするのかとか、ねえー、なんだろうなお、仕事から帰ってきたらお帰りなさいって言うとかね、そういうことも踏まえて家族とのコミュニケーションであったり付き合い方、 もしくは、えー、その家族を超えて人間関係ですね。友達とか学,系学校とかでどういうふうな関係性を作っていくのか。自分がやりたくないこと。自分が嫌なことを頼まれたと。その時にどういうふうに伝えるのか。ね。これコミュニケーションのパターンとか、えー、人間関係のおける自分の中の考え方ですよね。であったり、善悪の判断ね。何が正しくて何が間違っているのか。学校には行かせないといけない。中学受験させないといけないとか。 なんだろう、えー、友達はたくさんいないといけないとか、そういうような自分にとっての新しさ。まあ正義ですよね。自分にとっての正義とは何か。であったり幸福論。これすごくでかいですね。子育てにおいて子供に幸せになってほしいやん。な子供に成功してほしいし、幸せになってほしい。ねじゃあ、幸せになるために何が大事なのか。これ自分の価値観じゃないですか。 いろんな幸せがある中で、子供に幸せになるために、子供に幸せになってもらうために、中学受験に合格してほしいとか、幸せにするために、早い段階から英語を勉強させようとか、幸せになるために、健康が大事だから、だから、ちっちゃい時から運動をさせようとかね。これは、親の価値観であったり、考え方なんですね。幸せっていうものをどのように、あなたが捉えているのか。それがあなたの子育てを作っているってことなんですね。 で、それがいいとか悪いではなくて、えー、その人生脚本の中で中、中、中では、自分を幸せにするルールもあれば、自分を不幸にするルールもある。2種類ルールがあるんですよ。ね。ルールとか考え方がね。幸せにするんやったらいいんですよ。その採用したらいいじゃないですか。それね。それでいいじゃないですか。ね。幸せっていうのはも、具体的に言うと、自分が自然体でいられるとかね。 で、子育てにおいても、えー、お互いが安心できる状態であるっていうことであったり、えー、どちらかというと楽な状態であったり、心は平穏、つまり穏やかで、くつろいでいる状態。くつろいでいる状態こ。こういうような状態を作るような考え方とかルールっていうのは、どちらかというと正しいルールですね。だって自分を幸せにするから。ね。これを僕は正しいルールと呼んでいます。 自分を幸せにするルール。自分を楽にして、穏やかで、えー、自然体で、お互い、子供もと親も安心できて、くつろいでる状態。それを、えー、叶えるような、実現するような考え方とかは、正しいルールと僕は呼んでいます。で、その逆、その逆ですよ。その逆、自分のことを苦しめる。苦しめるってどうやって、こうか。はい。苦しめるね。苦しめるであったり、追い詰めるであったり、 えー、居心地が悪い。だから、常に不安であったり、なんか偽物の自分でいないといけない。背伸びしないといけないとかね。まあ少々の背伸びは成長するために大事なんだけど、まあ、ずっと背伸びやったらしんどいよね。ずっと厚化粧したままやったらボロボロになるよね。うん。そういう状態で、ちょっと無理をしている。無理をしている状態。ね。これが僕にとっては、間違ったルールですね。はい。間違ったルール。そう、自分を不幸にするルールは、 間違ってていいいるととと定義していますすうことですねだって世の中にはいろんな考え方とか価値観があるわけじゃないですか。その価値観、何を選ぶのかっていうのはあなたが、そして僕が決められるってなった時に自分を幸せにする考え方であったり幸せにするルールを選んだ方が良くないですかっていうことなんですよ。なので今無意識に従っている考え方とかルールがあるんですよ。それをしっかりと言語化することが大事なんですね。言語化して、あ、これは 正解だ。このルールは正しい。あ、このルールは間違ってるっていう風に振り分けていくことが大事なんですよ。振り分けていく。そして間違ったルールを正しいルールに変えていくっていうことが、ね、生、あ、き、のー、づ,づらさを緩めるために、そしてイライラとか自分攻めをスーッと、えー、和らげるために大切な考え方なんです。はい。で、これは後の、えー、一番最後のグリーフワークでやっていきますよ。で、その間違ったルールとして、どのようなルールがあるのかっていうとね、これは代表的なルールです。 ね、これが間違ってるっていうわけではないです。つまり先ほどお伝えした通り、えー、自分を幸せにするルールであれば、ま、正しいルールなんですよ。例えば、完璧にしないといけない。その完璧にしないといけないというルールがあるから、仕事でも評価されて、子育ても時間通りに、えー、段取りよくこなせる。で、自分も自然体に楽になれる。それやったら間違っていないんですよ。だけど、完璧にしないといけないって思うがあまり、ねえー、子供が95点取った。 じゃあ、その、できてなかった5点が気になる。なんでここできていないのよとか、え、ね、うちの子が他の子と比べてできてないとか見つかった。でもうちの子はね、算数と国語はできるんですよ。でも理科だけできてない。そういうところを見て、あ、うちの子にも理科をさせないといけない。完璧させないといけないと思って、親も子も苦しくなって、ね、お互い自然体でいられない。で、親子の関係性が悪くなるんであれば、それはもしかしたら、こちらの間違ったルールじゃないですっていう話なんですね。 で、こちらで紹介してるルールっていうのは、あの、もしかしたら、間違ったルールになりやすいルールとして理解していただいたら OK です。で、先ほど紹介させていただいたんですけど、おかっちの中で多かったのはね、えー、まあ、親、おかっちじゃないわね、ね、えー、コーチングとかね、カウンセリングしている中で、えー、これが多かったっていうのは、この完璧にしないといけないっていうのは結構多かったね。あとは、ここ、我慢しなければいけないっていうことであったり、えー、親である私は自分を優先してはいけない。あと、 えー、人に迷惑をかけてはいけない、ここと、これもやな、人の役に立たなければいけない、これ5つ、えー、ピックアップするとすれば、これが多かったですね。もう完璧にしないといけないっていうのは、先ほどご紹介したね。我慢しなければいけないっていうのは、子供があれやりたい、これやりたいって言ったときに、いやいやいや、それを、それ全部叶えたらあかん、甘やかしたらあかん、我慢することも大事なんだ、忍耐力も大事なんだ。だから子供に我慢させる。泣いていたら、そんなことで泣いてはいけません。我慢しなさい。ね我慢させる。 子供の気持ち、そして自分の気持ちに蓋をするということ。ね、であったり、自分を優先してはいけない、ね。これは母親として自分のためにお金を使ってはいけないとか、自分の時間を使ってはいけないと思って、家族のために、子供のために自己規制して頑張っている。ねまあ、それでうまくいってたらいいんですよ。ただそれによって自分が いっぱいいっぱいになって、余裕がなくなってしまって、そしてゆとりがなくなってしまって、些細なことで切れてしまったり、些細なことでガミガミ叱ってしまったり、えー、子供のいいところが見つからないとか、子供のことが可愛いと思えない、子育てが楽しくない、っていうふうにね、言われる方も多かったです、ね。あとは人に迷惑をかけてはいけない。ねえー、こんなことしたら、えー、人に迷惑かかるんじゃないかと。 ね。だから、えー、もちろんルールとかマナーとかありますよ。図書館でね、えー、走り回ってる。それで OK ーって言うわけじゃないよ。その場に、場に応じて、そこにはルールであったり、マナーであったり、いわゆる TPO というものがあるわけじゃないですか。なので、それはまだ守らないといけないんですけど、どこまで守らせるねんってことですね。どこまで。ね。公園で走り回っている。それもダメなんでしょうか。ダメなんでしょうか。とかね。えー、例えば、他はなんだろうな。えー、じゃあ、えー、子供が YouTube を見ている。 ユーチューブは見てるのは大丈夫な。えー、じゃあ写真を撮ってる、ね。写真を撮ってる。それはダメなのかと。写真を撮ったら、もしかしたら他の人が写ってしまう。それは迷惑になるんじゃないか。個人情報がなんか、ね、引っかかるんじゃないかみたいな感じでね。もちろん人を撮って、それを投稿したらダメかもしれないけど、写真を撮ること自体はどうでしょうかとかね。ね一人の迷惑をいつも気にして、世間体を気にして、子供のためにも自分のためにもならないような関わり方をしてしまう。そしてそういうことを言ってしまう。 そのようなことはありませんかですとか、あとは人の役に立たなければいけない。私は、えー、なんだろう、ラジオをやっている時だけ、子育てをしている時だけ、しっかり認められる。それをやって,る時はダメやっていない時は、えー、ちゃんと認められない。役に立っていない自分はダメなんだって気になる。だから、ね、いつも頑張りすぎてしまう。休んで休むことができない。休んでいる時の自分を自分で認めることができないから。 そのようなことはありませんか、えー、人生脚本とは何なのかっていうことを解説しましたね。人生脚本とは0から6歳までの親子関係によって作られた、えー、いわゆる人生の戦略です。考え方とか信念です。その中には、えー、自分を幸せにする正しいルールと、まえー、自分を不幸にする間違ったルールがあるよねっていうところをお話してきました。 で、その影響はっていうところもね、実は今あのお話ししましたね。えー、影響はってことは間違ったルールがあることで、えー、大人になって言いたいことが言えないとか、嫌われるのが怖いとか、褒められても喜べないとか、やりたいことがわからない。このような、えー、人生にこのような影響が、これは人生に影響があるってことかね、このような影響があるってこともそうだし、で、子育てにおいてはね、えー、例えばね、なんだろうな、えー、自分が、 えー、なんだろうど,うどうしようかな。じゃあ、友達と仲良くしなければいけない。ね、友達とあ友達と遊ばなければいけないでしょうかな。1人で遊んではいけない。友達と遊ばなければいけない。こういうルールを持っていたとしますね。遊ばなければっていうルールを持っていたとして、で、子供がね、公園で1人でね遊んでるんですよ、ブランコ乗ってね。ね楽しそうに遊んでるんですよ、1人でね。ね楽しそうに、で、その子その子にね、えー、大ちゃん、大ちゃん。ね あっち行って、あっち行ってね、あのー、楽しいこと、友達がいっぱいいるよね。あっち行ってみんなで遊んだらって、声をかけてしまうんですね。あっち行って遊んだらって。そうすることで子供は一人で遊んではいけないんだとか、ね、自分が今やりたい、このダンゴムシをツンツンするっていう遊びしてはいけないんだってなってしまう。で、自分の気持ちに蓋をしてしまうかもしれない。そうだよね。ですとか、他はね、例えば、えー、いつも、 明るくしないといけない、いつも笑顔でいないといけないって、間違ったルール、そういうルールにコミット、いわゆる執着していると、例えばダンスのレッスンでね、無表情で音楽の中に入り込んで踊っている子供がいたら、大ちゃん、大ちゃん、大ちゃん、笑顔よ、笑顔よって声をかけてしまう。そうすることで子供は、え自分が感じたまま感じてはいけないんだ。 ってなってしまって、自分の気持ちに蓋をして、これもふひて蓋をして、自分の気持ちを否定した状態で、楽しくないのに笑ってしまったり、周りの期待に応えるように動いてしまうかもしれない。も,もしくは、なんだろうな、一つ目、二つ目。で、三つ目。えっ、ー、と、基礎を正しく身につけさせなければって思っていたらね、例えば英語のレッスンでね、大ちゃんがね、大ちゃんがね、 エムって書,書いてるんですよ。こエムって。エムって書いてるんですね。で、エムって書いた大ちゃんにね。大ち,ちゃん、大ちゃん。エムはそうじゃないよ。エムはね、ちょーんちょんって書いて、ちょーんちょんって書くんだよ。書き直そうね。っていうふうに、子供が一生懸命書いたエムを消してしまう。そうすることで子供は、書くことが嫌いになったり、英語に対して苦手意識を持ってしまうかもしれない。 このように親がね、こうしなければいけないっていうものを強く持ちすぎると、それを子供に押し付けてしまうんですね。だって親にとって、このルールに従うことで子供が幸せになれるって信じているから。学校に行けば幸せになれる、中学受験に合格したら幸せになれる、ずっと明るく元気よくいたらみんなと仲良くなって集団生活でうまくやっていける。だから、 そういうレールに乗っけようとするんですよ。自分の価値観に押し,を押し付けようとするんですね,ね。で、それが子供がね、親の言うことを聞かなかったら、なんでこれをやらないのってイライラしたり、子供のことを可愛いと思えなくなったり、で、疲れてしまうんですね。なぜならそのレールに、レールに子供をね、乗っけようとするから。でも子供はレールから、ぴょこんって外れるわけじゃないですか。でもそっちじゃないよ、こっちよ。で、また外れたら、そっちじゃないよ、こっちよって。これをずっとずっと子供のそばで見張って、監視して、やり続けないといけない。 そうすると、疲れるんですよ。しんどいんですよね。で子育てが嫌になるんですよ。親はね。そして子供もそうです。自分は団子虫ツンツンしたい。感じたまま踊りたいし、M も自分が好きなように書きたいんですよ。書き順なんかどうでもいい。大事なこともありますよ。大事なこともある。でも、3歳に書き順を押し付けることどうでしょうか。本当にそれは正しいんでしょうか。あ、そ,そもそも、正しいって何でしょうか。何が正しいか分かんない中で、子供が楽しく M を書いてる。 それでよくないで,しょうかですかもしかしかたらそれだダメっていう考えもあるよそれもも正解がないかで,でも子供としたら自分が書いた M を否定されて間違ってるって消されたってなると自分の気持ちが、ねえー、悲しくなったりがっかりしたりやってることが嫌いになったり自分の気持ちに蓋をしたり、ねえー、思ってることを言わなかったり親子関係が悪くなったりするよね。そうすると子供も自分の親と同じルールを身につけてしまうんですね。 いつも明るく元気よくしないといけない。一人で遊んではいけない。友達で遊,べな遊ばないといけない。正しいことを学ばないといけない。っていうふうに、親が考えているルールをそのまま受け継いでいくんですね。これが連鎖なんですよ。そうすることで、親自身が抱えている、先ほどお伝えした、このような生きづらさ。言いたいことが言えない、嫌われのおかい、このような生きづらさが、子供に連鎖するんですね。連鎖する。これが世代間連鎖ですね。はい。 で僕は、この連鎖を断ち切りたいんですよ。断ち切りたいんですよね。終わらしたいんですよ。生きづらさの連鎖を。自分を殺す生き方ではなくて、自分を生かす生き方、それを伝えていきたいんですね。なので、僕は、その連鎖を断ち切る、そして自分軸を作るためのライフスキルを親と子に伝える、そういう仕事をライフワークとしてやっていますということなんですよ。はい。で、でですよ。ここまでが、ここですよね。人生脚本とは何なのか、そして人生脚本における 子育てと生き方、どういう影響があるのかということをお話ししました。自分が持っている間違ったルールであったり、生きづらさっていうのは、子供に連鎖してしまう可能性があるよということです、ね。そういうことです。自分もそうじゃないですか。親にされて嫌やったこと、嫌やと思ってるけど、子供にやってしまうこと、そのようなことありませんか自分の親と親、こう,いうこういうコミュニケーションのパターン嫌やなと思ってるんだけど、同じことを旦那にやってしまう、妻にやってしまう、そのようなことありませんかはい ししてしまううう可能性があるるそれをを断ち切るためににラ,ライフスキルを身につけよとということですで今日はそのライフスキルの中でねそのグリーフワーク自分の中にある間違ったルールを緩めて正しいルールを設計するということをね今からやっていきたいと思います。はいということでここまでは前振りでえらい長かったな、えー、こっからが本番ですよ。はい、えー。よかったら紙とペンを持ってきてもらって一緒にやりませんか これをやっていただき、自分の中にある間違ったルールを緩めることで、イライラとか、自分責めとか、自己嫌悪とか、自己否定とか、罪悪感がスーッとなくなっていきます。そうすることで、親も頑張りすぎずに、子供を伸び伸び育てる。そんな関わり方が見つかります。正しいルールが見つかる。なので、 一緒にやっていきましょう。そして、そして、ちょっとしんどくなったらいつでもやめていただいて OK です。そこら辺は自己判断でよろしくお願いします。はい。ということでやっていきましょう。グリーフワークということです。はい。えー、間違ったルールを緩めるグリーフワークということで、5つ、いや違う、6つやな。6つのステップがあります。さっき1つ増やしたんですよ。わかりやすいなと思って、そっちの方がね。はい。まず読み上げますね。ステップ1、間違ったルールを見つける。ステップ2、 間違ったルールのメリットを受容する。ステップ3、頑張った自分に、いや、頑張ってきた自分に感謝する。ステップ4、正しいルールを設計する。ステップ5、自分への手紙を書く。ステップ6、正しいルールを習慣化する。ということでね、やっていきましょうということで、まあ、これをね、二字熟語で言っていきましょうか。二字熟語で言うと、一つ目は認知ですよね。 まずは気づく。自分がどんなルールを持っているか気づく。認知。で、えー、ステップ2は、重要。受け入れるということね。重要。で、ステップ3が、うん、感謝であったり、共感ですよね。どっちでもいいな。感謝。で、ステップ4が、設計ですよね。新しいルールを設計する。まあ、提案でもいいですね。新ルールの提案。で、ステップ5が、うん、これが、まあ、こっち、こっち感謝ですね。 こっち感謝すいません <laughs>。こっち感謝で、こっち共感にしようか。な。感謝、感謝ってやったらあれやかな、あのー、まあ共感にしましょうか、こっちね。これね、言葉ね、随時変わってます。でステップ6。ステップ6が、えー、コード。まあ、習慣化。まあ、二次熟語じゃないわ。はい。まあそこら辺ね、ご勘弁を。 ということですね。まずは認知する。どんなルールがあるか認知して、それを受容する、受け入れて、その気持ちに共感して、新ルールを設計し、改めて、これまでの自分の行動に感謝をした状態で、えー、行動して、実行して、習慣化するということです。このような流れですよ。これ一緒にやっていくよ。まず、ステップ1。認知です。自分の中にどのようなルールがあるのか。ね、その中に正し,いルールとあり正しいルールと間違ったルールがあるってお話をしました。自分のことを不幸にするルール。 いわゆる、えー、なんだろうな、自然体でいられないであったり、苦しくさせたり、えー、自分が追い詰められたりね、えー、偽物の自分でいないといけないとか、不安があったり、えー、背伸びしなあかん無理し、無理しなあかんとか、常に焦ってる状態、焦らせるようなね、そういうようなものは全部間違ってるっていう話をしましたね。で、このルールを見つけるってことがまずは大事です。はい。ということで、えー、間違ったルールを見つけるときのポイント。 イライラしているときであったり、自分を責めているとき、そしてもやもやしているとき、胸が締め付けられているような感覚がある、ね。体の症状ですね。体は正直です。体は正直です。ねえー、いわゆる潜在意識をの、えー、訴えを体が表現しているので、頭で考えている。頭では別にこれでいいと思っている。でもなんか体が言うこと聞かないなって思うことありませんか なんかわからんけど、頭ではいいと思ってるけど、なんか一歩踏み込めないんだよね、とか、なんか行動できないんだよね、って。そういう時は、えー、自分の中にいる潜在意識。つまり、人生脚本が脳を言ってるんですよ。人生脚本ね。そこに間違ったルールがある可能性があるんですね。そして、違和感。まあ、もやもやですね。なんか違和感え。ここから見つけていく。で、ここのイライラっていうのはすごく大事で、イライラっていうのは、自分のルールと現実。 ね、現実子供の言動ですね今起こっている出来事このギャップここにギャップがある時にこれがイライラなんですよ。ギャップイコールイライラなんですね。ね勉強しなければいけないと思っていて勉強していない片付けしなければいけないと思っていて片付けしてないとかね、えー、男の子は運動するべき外,と外遊びするべきだと思っているのに外遊びしないずーっとゲームして家に引きこもっているだからイライラするんですよ。 ね。だから、イライラした時っていうのは、何らかのルールがあります。ルールを見つけ方簡単ですよ。この現実を裏返したルールになります。現実、勉強していない。ね。勉強していないことにイライラするってことは、勉強するべきっていうルールがあるんですよ。そういうことです。片付けしていない。じゃあ、片付けすべきっていうルールがあるんですね。えー、兄弟で喧嘩している。喧嘩。じゃあ、仲良くすべきっていうルールがあるんですよ。簡単ですよね。 こうやって自分の中のルールを見つけます。はい。で、まあ、いろんな見つけ方があるんですけど、今日はね、えー、その中の一つ、皆さんにね、質問を投げかけたいと思いますので、その質問に対して一緒に考えていきましょうということです。はい。じゃあ、早速質問しますね。えー、質問。子育てにおいて、ね、子育て、子供との関わりにおいてね、子育てにおいて、えー、ダメだと思ってるけどやってしまうことは何ですか ダメだと思っている。けど、やってしまうことは何ですかはい。それを紙に書き出してください。自分ではあかんと思ってねやめたいと思ってるんやけど、やってしまうこと。これ何ですかね。何でしょうかね。はい。これを書いてください。ね。えー、もしくはやってしまうことに、やってしまった後に自分を責めてしまうことは何ですかってことね。同じような質問ね。どっちでもいいよ。 ね、子育てにおいてダメだと思ってるけどやってしまうこと。もしくはね、ね、えー、やった後に自分を責めてしまうこと。子育てにおいてね。はい。それを、ね、まあ、まずはね、あのー、たくさん書いていただいても OK です。 1>, 1個目、何々、2個目、何々、3個目、何々、みたいな感じね。例えば、先回りしてヘルプしてしまうんだよね、とかね、えー。勉強してない子に、早く勉強しなさいって言ってしまうと、それを言っても、やる気が上がるわけでもないし、効果がないのをわかるんだけど、なんかそれを言わずにはいられない、とかね。そういうふうに、えー、書いてみてください、えー。出来事をね。やって、出来事じゃないな。自分がやってしまう行,行動ですよね。やってしまう行動であったり、関わり。 はい。まずこれを書いてください。ということで、じゃあここでポチってね、ストップしていただいても OK です。ね。考える方はね、ストップしていただいて。はい。で、これを考えた後にすること。あ、後にすることを言いましょうね。はい。後にすることは、えー、っと、まずどうしようかな。名前を付けるのが先かな。あ、違うわ。はい。この後にするのは、この〇〇っていうのができましたね。えー、自分を責めてしまう行動が出てきた。その責めてしまう行動に対して、 行動に対してどんなべきがあるのかっていうこのルールを見つけてくださいってことですね。ルール。ね。自分の中のルールね。え例えば先回りしてヘルプしてしまうってことであれば、なんでヘルプしてしまうのかっていうと、えー、子供を困らせてはいけないとか、悲しませてはいけないとか、えー、何々、えー、傷つけてはいけないっていうのがあるかもしれないね。これを考えていきましょうね。えー、これをどうしようかな。じゃあ、 〇〇してはいけない。〇〇してはいけない。もしくは、〇〇するべきっていう形で表現していただいてもいいでしょうか。先ほどやっ,てやった報道ですね、えー。例えば、先回りしてヘルプしてしまうっていうことに対して、このルールとして、えー、変換してください、ねえー。先回りしてヘルプする。それは、えー、なんだろう、子供を困らせてはいけないっていうことであったり、 えっと、えー、親として、えー、子供を楽しませるべきっていうのがあるかもしれない。で、これをまず書いてください。で、ポチッと。よかったら、えー、ストップしていただいて OK です。はい。ということで、じゃあこれを書けましたね。これを書けたら次にすること。次にすることを言いますよ。この子に名前をつけてください。これすごく大事ですね。でも大事だけど、1時間も考えなくていいからね。<laughs> 名前をつけてください。こうやって、擬人化する。 ってこと大事なんですよ。ね。擬人化することで初めて自己対話ができるんですよ。何も言葉にしない、アウトプットしない、書かない。この状態で自分の頭の中で対話ってできないんですね。常に頭で感じていること、考えていることを外に出す。外に出すことで、その外に出したその子と一緒に対話ができるんですよ。自分と対話することで、ね。えー、自分と対話するためには自分の気持ち、考えを外に出す。これが大事だということを覚えておいてください。 はい、頭の中でぐるんぐるん回していても解決しません。で自己対話しないと自分が納得できる答えなんか見つかりません。そうですよね。自分の中に自分の中にね A 君と B 君がいましたと、ね。A 君と B 君の両者の気持ちを聞かないとお互いが納得できるゴールが見つからないんですよ。ね、この時に、ね、自己対話せずにもう A 君だけの声を聞くってなるとこの B 君はねブレーキを踏むんですよ。ということなんですよ。 なので、しっかり自己対話するために名前をつけてください。はい。例えばね、えー、困らせてはいけないっていうことだ、こうがこ、困らせてはいけないっていうね、べきがあるんだったら、えー、なんだろうな。うん。困らせてはいけないちゃん。でもいいですよ。<laughs> ね、えー。先回りしてしまうんだったら、先回りっこちゃん。とかね。もう何でもいいですよ。 で、何、えー、だろうな勉強さ、勉強するべきっていうんだったら、えー、ガリベンくんとかでもいいですよ、ね。自分がイメージつきやすい名前も、これも時間かけなくていいです。1分でやってください。はい、はい、スタートあ。これスタートって言った時にポチってあのスタ止めてもらったらいいよ。はい、スタート。はい、ということで、どうでしょうか。ここまでね、話してきたことをまとめると、まずはね、子育てにおいて自分がダメだと思ってるけどやってしまうこととか、 やってしまった後に後悔すること、自分を責めてしまうことは何ですかっていうことを、まずは書いてくださいってことですね。で、それを書いたら、次のページだよね。はい。それを書いたら、その子。それに、えー、それを〇〇してはいけないとか、〇〇するべきっていうルールに変換するということです。ルールに変換する。はい。それができたら、その子に名前をつける。ね。 えー、〇〇ちゃんとか〇〇くんとか、ね、〇〇委員長とかね、〇〇大統領みたいな、ちょっと面白おかしくやっ言っていただいても全然 OK です。ここまでよろしいでしょうか。ここまでがステップ1かな。はい、ステップ1、ここ長かったんで、ちょっとこれ足しとこうかな。ここまでがステップ1ですね。はい。その上で、えー、次はステップ2に移っていきたいと思います。ここまでステップ1ね。はい、次ステップ2いくよ。はい、ステップ2。間違ったルールのメリット。 とととすするということなんですねはい。ここがすごく大事な考え方です。はい。大事な考え方ね。はい。自分の中にはね、その、こうしたい、ああしたいっていうね、自分が意識している自分ね。意識している自分ね。えー、だから頭ではダメって思ってる自分ね。ダメって思ってる自分と、ね、潜在意識。潜在意識の中でね、えー、自分では、こう、これが正しいと思ってる自分ね、えー、がいるんですよ。 で、こっちが間違ったルールですね。今の今回の話やったね。間違った。だから頭ではダメって思うんだけど、やってしまう自分がいるんですね。で、で、でですよ。で、この潜在意識で思っている自分、これは潜在意識というのは人生脚本ですね。これすり込まれてるんですね。親との関係によってね。はい。で、この間違ったルール。この子には、この子の、この子、この子も A 君として、この子 B 君としてね。この A 君には、A 君のね、メリットがあるんですよ。メリットがある。 こう、こういう行動をすることで、こんないいことがあって、こんないいことがあって、こんないいことがあって、子供がこういうふうになるから、私は先回りしてヘルプするんだよっていうメリットがあるんですよね。メリットがある。これすごく大事なんですよ。ね。えー、ただ、どんな自分にも、自分がダメやと思っている問題構造にメリットがあるんですよ。これ難しいですよね。だって、ダメやと思っているのに、それは自分をダメにすると思っているのに、そこにはメリットがあるんですよ。自分を幸せにする何かがあるんですよ。 自分を傷つけることか、傷つ、傷つけることであったり、自分を〇〇から守ってるんですよ。その〇〇っていうのは状況によって違うよ。それは自分をきが傷つくことから守っていたりね。えー、自分が恥ずかしくなることから守っていたり、自信がなくなることから守っていたり、いろんなね、〇〇から守っているんですよ。この子は、間違ったルールは。ここを理解することが大事なんですね。これを心理学では、次 利得と呼ばれています、ねえー。自分の中には相反する感情であったり感覚があるんですね。今 A 君、B 君って話をしたけど、そのね、例えばね、えー、と、えー、B 君、頭の中ではね、痩せたいと思ってるんですよ、痩せたいよ、と。痩せるためには、食べたらあかん、食べたらダメ、ケーキダメよ、と思ってんねん。だけど、実際は、食べてしまう。そういうことない頭ではダメって思ってきて、食べてしまう。 でこれ食べてしまうっていうことにメリットがあるんですね。食べてしまうことで美味しいっていう感覚が味わえたりとか、えー、リラックスできる、ストレスが取れる、ね。いっぱいストレス溜まってる時に美味しいもの食べたら、ね、リラックスできるよね。あと、友達とのコミュニケーションになる、飲み会とかね。こういうメリットがあるんですね。だから、食べてしまうんですよ。これをしっかりと理解することが大事なんですよ。A 君、お前の考えは間違ってるよー 言われると、A 君は、ね、シュンとしてしまって、何も言わないかもしれない。その場合はね、その局面では。だけど、この子は、ね、ちゃんと運転席のブレーキ、運転席なんてブレーキを踏むんですよ。ブレーキを踏む。で、進めないんですね。もしくは、もしくはね、ね、えー、この潜在意識の方が、意識と比べて力が強いんですね。これは有名な話で、僕たち、私たちが頭で考えているとき、 いわゆる頭で考えている領域は、これ意識ですよね。で、潜在意識っていうのは、頭で考えていない領域、いわゆる無意識と呼ばれる領域。ね。心臓を動かしたり、筋肉を動かしたり、えー、運転をするっていうのも考えなくてもできるよね。車の運転とか、えー、自転車の運転とかね。ね。一輪車を乗るとか、考えなくてもできる人はね。はい。これは潜在意識によって行われているんですね。で、僕たち、私たちの潜在意識と意識のパワーバランスって言ったら、潜在意識が 95%のパワーを持ってて、こっちが5%ぐらい。まあ、これはね、いろんな本とかデータによって、あのー、もちろん違うんだけど、要は、無意識、人生脚本の方が強力なんですよってことなんですよ。頭でどんだけ意識しても、潜在意識には勝てないんですよということ。だから、潜在意識に眠っている人生脚本を見つめ直そうっていう話をずっとしてるんです。前回の動画では、人生脚本を書き換えるための5つのステップを80分かけて紹介します。それは後で見てください。その前にチャンネル登録をしておいてよ。 大丈夫かなはい。なので、こう無意識の領域にアプローチすることが大事なんですね。はい。で、まずここで理解してほしいのは、痩せたいと思っている自分、今の自分がいる。だけど、食べてしまうっていう自分がいる。この食べてしまうっていう自分の気持ちを理解することが大事なんですよ。なんで食べてしまうのかということ。食べてしまう自分はダメなんだって自分を否定したり、ね、ね、責めたりしても、何も解決しないんですよ。 だってこの子は自分を守るために、自分を幸せにするために、この行動をしてるんですよ、ね。そこをちゃんと理解せぬまま、お前はダメやって言って、その 5, 5, 5人しか兵力がない感じ。こっち95人ですよ。兵力で換算すると。戦国時代です、ここは。ね。頭の中で戦国時代ですよ。この5人で勝てないんですよ。だから食べてしまう。永遠に食べてしまうんですよ。この状態だった。 だからどうしたらいいかというと、この A 君、食べてしまう自分がなんで食べてしまうのかっていう、このメリットを理解すること。ね、何から守ってくれているのかをちゃんとちゃんと汲み取って理解すること。理解した状態で A 君と B 君が戦うんじゃなくて、95と5足して100、ねえー。一緒のタッグを組んで、タ罰をつけるのでタッグを組んでね、タッグを組んだ状態で、じゃあ我々は どこに進んでいくのかなって、お互いが納得できるゴールを対話によって、自己対話によって作っていくっていうプロセス。そうすれば A 君はブレーキを踏まずに、ね、A 君と B 君が協力して、お互いの目指す幸せ、お互いにとっての幸せを目指して、この幸せ、お互いにとってじゃない、幸せってこうだって、一つの幸せを作って、その幸せに向けてこうやっていこうねっていう道筋を作れるんですよ。そしてそれを進むことができるんですよ。はい。で、これを、 やっていこうっていうのがステップ3です。あ、違うステップ2です。間違ったルールとメリットを受容する。ルールに執着するメリットを言語化するってことです。はい。これをやっていきますね。で、これに対して皆さんに投げかける質問としては、これです。ね。えー、何から自分を守ってますかってことですね。さっき言ったまるまるちゃん。まるまるちゃんに聞いてください。まるまるちゃん、何から 自分を守っている。はい、これが一つね。これであったり、もう一つは、えー、なんだろうな、えー、その行動をすることで、えー、まあす、〇〇、まあいいか、まるをすることで、どんないいことがあるのって、否定せずに、冷静に、責めずに、聞いてあげてください。 責めたら、この A ちゃんは何も言いません。何も言わずに話し合おうとせずに、結局ブレーキを踏んで、先で言うと食べてしまうんですよ。ガミガミ叱ってしまうんですよえ。なので、否定せずにしっかりそれを聞いてあげる。はい。よろしいでしょうか。先ほど、えー、ステップ1で、これ作ったよね。ま、る名前をつけてください。えその子。その子にえ聞いてあげてください。まるちゃん。 何から自分を守ってるんですかその行為をすること。自分の頭の中ではダメやと思っている、その行為をすることで、何から守っていて、それをすることでどんないいことがあるんですかはい、じゃあ紙に書いてください。どうぞはい、ということでね、えー、わかってきたかなえるまるちゃん、今まで自分はダメだと。自分を責めたり、否定したりしてきたよねしてきたよねでも、その否定し,してきた自分、このまるまるちゃんね、 〇〇ちゃんは自分を幸せにするためにね、メリットがあって自分を守るためにその行動をしていたんだということに気づくことができたら、それを知ることができたらどうちょっとなんかこう、受容できないね受け入れることできないダメやと思ってる自分を受け入れることできないそしてそんな自分に感謝できないここなんですよ。はい。ここがステップ3です。 ここ、今ね、このステップ2で、どんなメリットがあるのか分かったね。このメリット書き出したよね。これを、そのまるまるちゃんに伝えてあげてください。まるまるちゃんって、ね、えー、子供が学校生活でうまくいくように、えー、しっかりとしつけしてくれてありがとうねって。ね、まるをしてくれてありがとうと。心を込めてですよ。ね、それは友達にね、なんかやってもらったらありがとうって言うやん。 それと同じ気持ちでありがとうをちゃんと伝える。ね。ありがとうっていう儀式じゃないよ。ありがとうっていう気持ちを伝えるんだよ。相手に伝わるために。〇〇ちゃんに伝わるように。ね。〇〇をしてくれてありがとうと。心を込めて伝えてあげてください。はい。じゃあちょっとこれ飲みますよ。じゃあ、スタート。はい。よろしいでしょうか。ね。〇〇ちゃんは、あなたをダメにするためにやってたんじゃなくて、あなたを守るために。 そして、もしかしたらあなたの子供をより良くするために、幸せにするために、頑張ってくれていたのかもしれないってことだね。そこをしっかり汲み取って、言語化して、その〇〇ちゃんに伝えてあげる。これがステップ3です。はい。えー、これで1、2、3終わりましたね。はい。で、次はステップ4ですね。ステップ4。で、こうやって感謝を伝えると、先ほどお伝えした通り、この A, A ちゃんもね、あのー、あ ここまで分かってくれているんだ、B ちゃんはありがとうってなるんですよ。ようやく対等になれるんですね。あ、私の思い分かってくれた、ありがとうって。ね、で、その状態でお互いが幸せになる A 君、B 君を納得できる、ここのルールを作るんですよ。ここです。これがステップ4。正しいルールを設計。 するということです。ここはもう自己対話ですね、自分が、その自分がっていうか、その自分の中にある A ちゃん、〇〇ちゃんと今意識している自分、この自分が納得できることを見つけていく、探していくということです。で、その時に使えるのが、お勝ちの緩める子育ての本ですよね。あるかなまさにこの緩める子育てはね、えー、その自分の中にある間違ったルールと正しいルール、ね、間違ったルールと正しいルールがあって、で、 その間違ったルールをこういうふうに考えたらいい,いいんじゃないでしょうかっていうことを提案している本です。提案している本なので、この本を読んでいただけたら、自分にはどのような間違ったルールがあるのかが分かり、それをどのように変換したらいいのかも分かります。1人でやるのでもいいけれども、この本を読んでいただけたら、さらに簡単にこの変換ができると思いますので、ぜひこちら QR コードあるんで、こちら、あのー、読み取って貼ってください。概要欄にも URL 載っけてます。 はい。ということで、本の宣伝もしながらね、本の宣伝もしながら、えー、どこやったっけはい、戻っていくと、シューッと戻っていくと、ここだよね。 えー、お互いが納得できるルールを見つけようということで、ここがあくまでもね、あ、あのー、一つの間違ったルールを正しいルールに変えるっていうね、変換の、えー、リストです。リストというかね、これは受講生さんがね、考えたやつです。えー、間違ったルールと正しいルール。先で言った意識している自分と潜在意識の自分がちゃんとちゃんとこう対話をして、ここだったら納得できるというところを、えー、考えたものです。少し読み上げていきます。せきぱき動かなくてはいけない。そういうふうに考えていた。 それを自分が混乱しないペースでやってもいいとかね。規則正しい生活をしなくてはいけないが、イレギュラーな生活があってもいいとかね、えー。外で元気に遊ばなければいけないが、好きなことをして遊んでもいいとかね。働かなければいけないっていうところから、必要な時に働いたらええやんっていうことであったり、気分屋でいなければいけない。 いや、気分屋ではいけないっていうことが、いやいや、気持ちの変化があってもいいよねってことで、ね、あとはまあ、これ読んでくださいね。まあ、こういう形でね、要は、自分が納得するかどうか、これ大事なんですよ。納得するルールに変換する。納得かっていうのは、しっくりくるっていう感覚ですね。で、もやもやがない状態ですよ。もやもやがない状態。ね。納得っていうのはね。そのルールに変換していく。もちろんね、この中で、例えば、テキパキ動かなくてはいけないっていうことを、 自分が混乱しないペースでやっていいっていうことで納得できないんやったら新しい納得できるルールを変えたらいいってことですね。例えば、えー、と仕事の時はテキパキするだけど家の時は自分のペースでやるとかね例えばねそういうふうに分けるとかなんかこの0か100やるかやる0は100オールアナッシングの考えじゃなくてグレーを探っていくんですね。 50ぐらいでいいかなとか70ぐらいでいいかなってそのそのグレーを探っていくっていうことがこの正しいルールを見つける一つのポイントになりそうです。 はい。こういう形で自分の中にある、えー、〇〇しなければいけないっていうルールを正しいルールに変換するという作業をやってみてくださいということです。今日はね、一つか二つしかあげてないと思うんで、え一、ー、つか一つ二つあった、その〇〇ちゃん、〇〇しなければいけないっていうのをね、えー、A 君も B 君も、さっき言った潜在意識にいる自分と、えー、意識している自分、それが納得できる正しいルールを考えてみましょうっていうことです。はい。それをやったら、 あここでスタート、はい、でそれをやっていただいたらもうそろそろ最後のステージですね。はいえー、ここまでいったから正しいルールを設計するできたな。自分の心が楽になる新しいルール、ステップ1、2、3、終わって、えー、最後ここ、ステップ5。これすごく大事なんですね。自分への手紙を書くということね。自分への手紙を書く。ここまでのステップで 感じた思いとか考えあるわけじゃないですか。自分の中で、えー、間違ったルール、あの子ダメやと。あいつダメなんや。あいつがいつも悪いことするって自分を否定していた。自己否定していた,したり、たり責めていた。な。その自分、その自分の責めるんじゃなくて、えー、こういうことやってくれてありがとう。ね。感謝を伝えられるようになりましたよね。ステップ3で。で、その感謝というものを、このステップ1から4、ここまでの ステップをね、全部言葉にして、手紙を書くということ。そしてその手紙に書いて、声に出して読みましょう。ほてあの相手に伝,え伝わるようにね。まさにラブレターだと思ってください。ラブレターね。ね、書いて、それ棒読みやったら伝わらんよね。ラブレターです。で、これはね、おかっちのインスタグラムのショート動画、リールを見ていただいたら、これね、全部自分への手紙になってるんですよ。 後でちょっとそれ紹介しますけど、まずその自分への手紙をね、えー、見せましょうか。どういうふうに書くのかっていうことね。これです。もうシンプルにこの4つです、ね。ステップ1、需要。ステップ2、感謝。ステップ3、提案。ステップ4、激励です。ちょっと読んでいきますね。これはおかちのインスタグラムのリールから引っ張ってきたものです。はい。えー、読みますね。夫の機嫌を取らなくて、オッケームスっとした顔で仕事から帰ってきて、おかえり。 って声をかけても無視休みの日にお出かけをしてもすぐに機嫌が悪くなりそして何も話さなくなる、ね。自分に不満があるんじゃないかって気になるしあなただけが大変だと思ってるのってイライラする子供のためにも良くないから話し合いたいって言ってもなんかめんどくさそうどうすることもできない自分を責めたくなる気持ちも分かるよ。はい ここまでが重要ですね。えー、ね、夫に対してそういう態度を取られると、ね、えー、機嫌なんか自分としてどうしたらいいか、ね、あなただけが大変だと思ってイライラする、その気持ちはわかるよって伝えてますよね。しっかりそういうふうに、どういうことがあったのか、出来事、どういう出来事があったのか、出来事であったり、それに対してどう考えたのか、そしてどんな 気持ちになったのかっていうことですね。出来事、考え、気持ちっていうのを汲み取ってあげて伝えてあげると伝わりやすいです。そしてステップ2。それに対して感謝ですよね。これは先ほどの、なんだろうな。ここのステップ3でやったことをそのまま使えますよね。はい。でもそうやって気を使っているのは少しでも相手といい関係を築いていきたいと思っているからでしょ。 家族で一緒に楽しい時間を過ごしたいと思っている。だからみんなのために明るい場を作ろうって頑張っている。そんな自分のことを責めることはあらへん、あらへん。ね。これね、あらへん、あらへん。よく聞きますよね。ショート動画でね。おかっちのね。はい。これもね、えー、相手の気持ち。なんでそのようなことをしているのか。それ私を守るためにやってるんですよ。〇〇から守るためにやってる。それをしっかり伝わるように、相手に伝わるようにね。〇〇ちゃんに伝わるように書いてください。 でえー、これ、冒頭に言うの忘れてましたけど、まるちゃんへって書いてくださいね。まるちゃんに伝えるんだったらまるちゃんへって書いて、ね。で、ステップ3。これは正しいルールですね。さっきやった、さっき今やったこのステップ4のことを書いたらいいとうですね。夫が不機嫌になる権利を認めてあげよう、ね。これが正しいルールね。夫の機嫌が悪いのも、疲れた顔をしているのも、えー、相手が決めたこと、あなたの責任じゃないし、あなたが何とかしようとしなくてもいい。 どんな時でも笑顔で明るく元気よくなんてできへんよ。ほんでしなくていい、ね。はい。こんな形でね、新しいルール、新ルールを提案して、それを、なぜそれが正しいのかっていうことをしっかり理由をつけて述べる。これは〇〇ちゃんにも納得するようにね、えー、伝えるってことが大事です。はい。それを踏まえて最後は激励ですね。激励。勇気づけ。勇気づけ。 あこそうなんだって分かっても、一歩踏み出すためにはやっぱ勇気がいるので、勇気づけてあげてください。不機嫌になってもいいし、無理して明るくしなくてもいい。それを許してあげる。感じたまま感じたらいいやん。しんどい時に笑わなくていいやん。夫も、そしてあなたも。どんな時も相手の笑顔をとって笑顔にさせないといけないと思う、その心を緩めようっていうことね。提、ま、案、あ、と激励ってここの境目ちょっと難しいんですけど、まああまりそこの境目気にせんでも大丈夫です。 まあ、要はこういうステップで、えー、しっかりまずは授与、受け入れてあげる。ね。共感して受け入れて、それに対して感謝を伝える。そして、こういうルールもあるよってまるまるちゃんが納得するように伝えて、最後は、あなたならできるよっていうふうに勇気づけてあげる。ね。これが大事です。ではね、ここの、えー、この、この、これはショート動画の原稿なんですけど、これを実際、えー、動画で見てもらいたいと思います。いってらっしゃい。夫の機嫌を取らなくても Okay! むすっとした顔で仕事から帰ってきて「おかえり」って言っても無視休みの日に家族でお出かけしてもすぐに機嫌が悪くなって何も話さなくなるなんか悪いこと言うたんじゃないかなって自分に不満があるんじゃないかなって気になるしあんただけが大変じゃないのよってイライラする子供のためにも良くないから期限とって会話しようとするけれどもなんかめんどくさそうどうすることもできへん自分のことを責めたくなる気持ちはわかるよでもそうやって気を使ってるのは少しでも相手と夫といい関係を築きたいって思ってるからでしょ家族で 一緒に楽ししいい時間を過ごしたいと思ってるだから自分のことを犠牲にして無理して一生懸命明るい場を作ろうって頑張ってるそんな自分のことを責めることはあらへんあらへん夫の不機嫌になる権利を認めてあげよう夫の機嫌が悪いのも疲れた顔してるのも相手が決めたことですあなたの責任じゃないしあなたが何とかしようとしなくてもいいどんな時でも笑顔で明るく元気よくなんてできへんよ こしなくていいね不機嫌になってもいいし無理して明るくしなくてもいいそしてそれを許してあげるね感じたまま感じたらいいやしんどい時に笑わなくてもいいや夫もそしてあなたもどんな時でも相手の機嫌を取って笑顔にさせなければいけないと思うその心を緩めようはいということでどうでしょうか伝わりましたでしょうかそう伝わるように伝えるっていうのはまさにあの動画のような感じです。 ね。他にも、おかちのインスタグラム、ショート動画を見ていただいたら、全部〇〇ちゃんに伝えるメッセージなんですよ。あれを見ていただくと、どういうふうに、この自分への手紙を書くのかっていうのを分かっていただけると思います。ただ書き、書き方だけじゃなくてね、どういうふうに伝えたら届くのかっていうのも分かると思います。心を込めて伝えてください。なぜなら、これは、ラブレターだからですね。ラブレターなので、心を込めて伝えてくださいということです。で、こちらはね、受講生が作られた えー、自分への手紙をということなんで、と,ということですあの。許可をいただいてますので、えー、こちらは、ね、ちょっと読むと長くなるので、えー、ストップを押していただいて、見ていただいたら嬉しいです。はい。でこれはね、自分の中にいる怒鳴り、いつも怒鳴っている自分と、えー、それを冷静に、えー、評価している自分、両方に当てた手紙になります。それでは見てください。 はい。ということでね、えー、これをやっていただいた方は、えー、ちょっと心が緩んだっていうお話がありました。ちょっとこれを書くだけでも緩みます。緩むことで、ブレーキが緩むから、アクセル踏んだらスッと進むようになるんです。ということでね、えー、こういうのもやってみてはいかがでしょうかということです。はい。そしてそしていよいよ、最後のステージまで来ましたね。間違ったルール見つけて、メリットを受容して、感謝して、新しいルールを作って、自分への手紙を書いた。そして最後にすることは、習慣化。 いわゆる報道ですよ。やってみるよ、その正しいルールをね。正しいルールをこ行動する。やってみるってことですよ、これ。やってみないことにはやっぱりね、えー、変わらないです。変わらないです。<laughs> はい、ということで、習慣化しましょうということです、はい。習慣化するためにはこういうステージがありますね。はい、えー、今、知らないが知る。ここまでいけたよね。知識の壁。どうやったらいいか。正しいルール分かった。分かったよね。 はい。じゃあ分かったなら、やってみましょう。やってみたら、いろんな発見があります。気づきがある。ああ、うまくいかなかったな。もっとこうしたらいいなって。分かるようになりますね。やってみると分かる。で、分かったらそれを繰り返す。 繰り返すと少しずつできるようになって、それをずっと繰り返していくとしている状態になるということです。まあこういうステージでね、えー、できなかったことをできるようにしていくということです。一つ一つでいいですね。えー、一つちっちゃいゴールを立ててね、えー、まずは3日間だけやってみるとかしながら、 えー、やっていくのをおすすめです。これはね、一人でもできます。一人でもできるんだけど、やっぱり一人では難しいっていうこともあるんです。この習慣化するっていうのね、技術なんですよ。で、お母ちゃん、これ習慣化する技術っていうのもね、えー、受講生には教えてるんですけども、やっぱその中ではね、一人でやるよりも同じような、えー、モチベーションでやられているコミュニティの中の方が、やる気がぐーんと上がったり、ちょっとしたやらなければっていう強制力も、えー、出てきますので、もしそういうことでね、えー、自分が正しいルールを見つけて、これを習慣化して自分がなって、 納得できる子育てを見つけたいとか、生き方を見つけたいっていう方はね、えっ、ー、と、インスタグラムのオンラインサロンもやってます。そちら月額600円で参加できるので、そちらもちょっと覗いてみてくださいということです。はい。ということで、ということで、えー、これで終わりかなはい。これで終わりですね。終わりやな。はい。ということでね、最後にまとめましょうか。今日話したことをね、まとめます。今日はね、これですよ。人生脚本と、あ、まずタイトルなんやっけ今日のタイトルは、これですね。 えー、子育てが不安な親に伝えたい。自分軸を作る方法、完全ロードマップということでね、えー、紹介してきましたということで、えー、今日は3つのテーマですね。まず人生脚本とはというところではね、えー、何度もお話しした通り、0から6歳までの親子関係によって身につけた信念や考え方ということでね、親に愛されるためにちっちゃい自分がいろんな、ね、作戦を考えたんだとで。その作戦を握りしめて今も生きているということなんですね。ということですね。 ということで、えー。で、人生脚本っていうのは、中にはね、自分を幸せにするルールもあれば、不幸にするルールもあるということでね、その不幸にするルールを正しいルールに変えていくことが大事だよね、ということですね。で、その人生脚本っていうのは、えー、自分の子育てにも影響するし、自分の人生にも影響するんだと。やりたいことがわからない。心を許せる友人が少ないとか、人生とか子育てに大きく影響するんだと。自分の中にある生きづらさが子供に連鎖してしまうこともある。なので、 ね、えー、人生脚本を見つめ直して、えー、間違ったルールを正しいルールに変えていこうということを冒頭でお,お伝えし、で、そのために、このグリーフワークがあるんですよと。ね、実際にね、トラウマを抱えた方がね、えー、そのトラウマを癒すための、えー、ワークというか、心理療法として、えー、実際の臨床の現場で使われているワークになりますということですね。えー、5つのステップじゃない、6つのステップがあるということで、 まずはね、認知するということですね。間違ったルールを見つける、そして間違ったルールを受容して、そして共感して、設計して、感謝して、習慣化する、このような手順で、えー、やっていけたら、間違ったルールがすーっと緩んで、自然体で穏やかに子どもと関われるようになる、自分がこういうふうな関わりをしたいという正しいルールを、えー、あ何も考えなくても実行できるということですね。はい 習慣化っていうのはそういうこと。何も考えなくても自然体でできるようになるということですね。はい。ということで、どうでしょうか。ここまで見ていただいて、聞いていただいて、何か感じることとか、少しでも共感ポイントがあれば、高評価ボタンを押してください。今ね、かなり喉を枯らして、ミスターオカッチ、頑張りました。ちょっと今、突き読みました。痛い。 とにかく、突き指もするぐらい頑張ったので、よかったら高評価ボタンを押してください。で、なんか感じたことがあれば、今、もやもやしたことを、そのままスーッと流して日常生活に行くんじゃなくて、今のこのもやもやしたこと、感じたことをコメント欄に残してください。 そうすればね、えー、コメント欄に残す、いわゆる外に出すことですっきりすると思います。ぜひね、このステップ1から6、グリーフワークね、何度も何度も見ていただいて、えー、ちょっとね、止めながら、えー、自分の体調であったり気分とね、相談しながらね、やってください。なんかもやもやしているときっていうのは、心の深い深いところにある間違ったルールが動き出しているときです。もしくはその子がブレーキを踏んでいる。だからもやもやするんです。 はい。ということで、この番組では、親も子も楽になる、緩める子育てをテーマに、子育てのイライラや自分責めを緩めるコツや、子供を自立させる関わり方を全力で紹介しています。明日も聞いてもいいかなと、えー。先ほど紹介した人生脚本の書き方、完全ロードマップ、こちらは絶対見てほしい。ね。それ以外にも、えー、イライラを コントロールするアンガーマネジメントの方法とか子供の非認知能力を高める方法完全ロードマップそういうことも配信していますので、えー、興味ある方はぜひチャンネル登録ボタンを押してくださいよろしくお願いします実はこの動画を見てくださっている8割ぐらいの方がまだチャンネル登録ボタンを押していないということがデータによって明らかにされていますぜひぜひお願いしますお願いしますはいそしてそしてね概要欄にはミスターオカチのいろんな活動を掲載してますということでまずこれは絶対やってほしいんですけど 公式 LINE、ねはい、やってますということでこちらはね、えー、今日も紹介させたような内容ですあの。人生脚本を書き換えるための動画26本有料講義で紹介している26本の動画をプレゼントします。それ以外にもね、えー、それ以外にもね子供を自立させるための24のチェック,チェックリスト チェックリストとか、ね、あとはんだろうな、えー、幻の原稿、緩める子育て、幻の原稿なども、えー、3大特典としてプレゼントしているので、まずはこちら、公式 LINE 登録してください。無料です。いつでも解除できます。そして、そして、えー、本日の、えー、本日にも紹介させていただいた緩める子育て、こちらはまさにね、間違ったルールを正しいルールに変えるための方法を。 52個紹介していいますすととうことです自分一人でやるのでもいいけれども、本を読みながらだったら、えー、よりやりやすいと思います。よりやりやすいと思いますので、ぜひ今日の内容をね、少しでも共感できるポイントがあったら、こちら概要欄にも貼り付けてるし、こちらの QR コードもあるので、ご、えー ご購入いただけたらめちゃくちゃ嬉しいです。そしておかちリアルの講座2つやってます。まずは1つ、生き方を作るプロジェクトということでね、こちらは自分の人生脚本を、えー、マッピングしようということを目的にやってます。こういうことですね。これは子育てですね。えー、どんな子供に育てたい自分を信じて生き生き世界とつながる子もそのためにはどんな力が必要か。1、2、3、4。そのために親が毎日どんなことをやったらいいのか。 こういうことを、えー、自分で作って先ほどお伝えした通り一つ一つ習慣化していく。ね、そうすれば自分が行きたいところに行けるっていうことですよね。これは子育てのビジョンマップですけど、えー、ビジョンツリーか。これは生き方のビジョンツリーですね。自らが人生のランナーとの、ね、自分を好きな世界で生きる。ね、こんなイメージだよということで世の中にはいろんな山があるけれども私が登る山はこれだって決めてそっちに向かって自分のペースで、えー、進むんだと。 いろんな道があるけど自分が行きたいように行きたいところを自分で選んで進む。休みたい時に休んで、楽しみたい時には楽しむ。上り坂がええなと思う時は上り坂行って、下り坂で景色を楽しもうって時は下り坂に進む。みたいに、自分がどんな生き方をしたいのか、そのためには何が必要なのか、そのために今何をしたらいいのか、運動をする、予約時間を作る。みたいに、こういうふうなビジョンツリーを作って、一つ一つを習慣化するということを180日間かけてやっています。ということです。で180日 だけじゃなくて3ヶ月のアフフターーォローもつきますで、このビジョンツリー、自分が心から納得できる子育てとか生き方が見つからなかったら全額返金もしておりますので、こちらは1年に1回の募集でやってます。で、こういうのをやってるのがまず一つですね。 でこれをやってこういうビジョンストーリーを作っていく僕は自ら輝く人として泣けるぐらい本気で熱くなる世界で、えー、ライフスキル教育を磨き最高の自分を表現することで毎日感動して生きているこちらは自分の人生のビジョンですよねそして下こちらは仕事ですよね、はい えー、自由に生きることを願う人のために、自分を殺して生きている人のためにね、こうしなければいけないっていうのを緩める考え方とか、自分を生かして自分の得意を生かせる教育コンテンツを提供し、自分は心から納得できる人生を生きられるようにする。これは自分が仕事で提供するってことですね。仕事のビジョンと人生のビジョン。こういうことを明確にするってことですね。ここが明確になったら迷わないんですよ。 周りの人に振り回されないんですね。自分がどんな山に登るのか、こっちが明確だったら、他の山登ってる人にね、なんか言われたとしても、いやいや、僕はこの山登るんだからって、ね、なれるんですよ。なれるんですね。はい、これが一つ目。で、もう一つがこちら。こちら、あ、さっき、さっきすみません。生き方プロジェクトはね、60日でした。180日って言ってましたね。すみません。60日です。で、こっちが180日ね。 ライフスキルコーチ認定講座。こちらはね、えー、先ほどのと何が違うのかというとね、そこも紹介させていただきますね。えー、ライフスキルコーチ認定講座の目的です。G3 っていうのはね、こちらね、えー、G3 メソッド。これを学ぶことがすごく大事なんだけど、まあ大きく言えばね、G3 っていうのは大きなゴール。G2 っていうのは中ぐらいのゴール。G1 っていうのは、えー、ちっちゃなゴールっていうふうに思ってください。はい。で、まずこれ何のためにやってるのかというと、この一番上にあるやつですね。 自分が納得できる子育て生き方を作り、それが日常でできるようにする。これがゴールです。そのためにやることが2つあるとことね。2つある。まず1つが、えー、親自身がライフスキルを身につけて、毎日を自分自給で生きる。そしてもう1つが、ライフスキルを育む、コーチング術を習得する。そしてそれを子供であったり、親、えー親でえー、っとね、お客さん。 大人に提供するということですね、えー。このライフスキルコーチ認定講座っていうのは子育てだけじゃなくて仕事とかね、あらゆる場面で使えます。な,なので、えー、目的としては2つであり。1つが自分自身のライフスキルを高める。で、2つ目が、えー、相手のライフスキルを高めるということ。で、こちら自分のライフスキルを高めるために先ほどお話したこういうビジョンツリーを作るということ。作るだけじゃないよ。それができるように なるるままで、えー、一緒に習慣化すすとというこ価値が伴走しますそしてライフスキルって4つの力がねこのら4つのライフスキルを身につけるために、えー、どうしたらいいのか自分とつながる人とつながる、ね、自分の本音を言うて相手を傷つけないそういう関わり方コミュニケーションやりたいことを見つけてそれを実現する不安とか恐れそれを解決するトラブル問題を解決する思考力それを、えー、身につけるための方法をお伝えしていくということですねで、えー、対相手 子どもであったり大人に関しては、リトルフットアプローチっていうのがあります。これ5つのステップですね。はい、これね、コーチング。はい。えー、信頼関係と自主性を育む,育むコーチングステップということでね、こういうステップを、えー、できるようにします。1 8 0日かけてね、えー。信頼関係を作って、えー、ゴールを設定して、どうしたらいいんだろうって問題を解決策を考えて、 相手に選んでもらって、ここで学んだことをどういうふうに使えるのかなっていうことを、対話の中で、えー、やっていくということ。そうすることでね、お子どもの自主性であったり、えー、やる気であったり、親子関係が良くなるようなコミュニケーションであったり、問題を解決する手法が学びます。で、これっていうのは仕事でも子育てでもあらゆる場面で使えます。ということね、これリトルフットアプローチを学ぶということと、そして先ほどお伝えしたライフスキルを身につけるために、子どもにどう関わったらいいのかと。 これを180日で学びます。こちらも合わせて、えー、3ヶ月のアフターフォローもついています。これもね、1年に1回の募集なので、えー、ピンときた方はおかちの公式 LINE に登録してお待ちくださいということです。こんな感じかな。はい。ということで、えー、長くなりましたが、今日はこれにておしまいです。I am a star, you are a star。自ら輝けば世界はキラキラと輝く。ワンダフーな一日を お過ごしください。バイバーイ。やっぱりのどかれたわ。明日大丈夫かな。夜はね、LSC の質問会なんですよ。頑張ろう。